続きまして、北西部から、2番道行きましょう。北西部というのが、地図で見たら、アメリカの、左上のあたりですね。で、北西部のハードコアというと、もう誰もが思い浮かべるのが、オレゴン州ポートランドのポイズンアイディアですね。で、ポイズンアイディアというと、まあ、長いキャリアにおいて、あちこちのレベルを転々としているイメージなんですけれども、実は、最初2枚、ピック・ユア・キングとレコード・コレクターズ・ア・プリテンシャス・アスホールですね。これ、ピッグ・チャンピオンが友人と共同運営していたフェータル・エレクションから、リリースされてるんですね。で、このフェータル・エレクションがですね、まあ、一部わけのわかんないロックンロールみたいな、なんか残念なリリースもあるんですけれども、ハードコアに関しては、まあ、さすがの審美眼といいますか、粒揃いの、リリースが揃ってますね。それだけ北西部のね、バンドの層が厚かったってこともあるんでしょうけれども、で今回、紹介する2バンドはどちらもフェータルエレクションから、リリースがあります。で、もちろんね、その北西部エリア全体で他のバンドも絡めてお話ししていこうと思うので、しばらくお付き合いいただければと思います。で、そのフェータルエレクションのリリース第1弾が、オレゴンではなくて、ワシントン州シアトルのバンドなんですね。アキューズドと、リジェクターズのスプリット。まあ、アキューズドはまあこれ聞いてて知らない人はいないでしょうが、彼らの公式なデビュー音源がこちらの、スプリット LP ですね。で、その彼ら、アキューズドの弟分ともいえるリジェクターズとのスプリットです。で、リジェクターズはもう1枚、82年に単独で7インチが出てまして、そこから、ハイコマンドって曲と、84年オリンピアでのライブ映像をお届けします。どうぞ。